お勝ちですはいえー、っと右足がちょっとねなくなってっていうか動かなくなって失ってしまったんでちょっとしばらく YouTube をやめようかなと思って、えー、っと配信してますはいえー、っとうんやめやめます めっちゃ良かったんですけどね、YouTube。えー、っと毎、毎日週2日か配信してて、いい感じでこう乗ってきてたんですけど、ちょっと今撮影できる状態じゃないので、はい、せっかくあの応援してくださった方でフォローしていただいた方には申し訳ないんですけど、ちょっとの間だけ YouTube を休もうかなと思ってます。そう。あ、ちょっとすいません、あの、カチューシャ。 カチューシャ買って前髪がこうねあのおでこにつくのだけはちょっとどうしても許せなくてあのカチューシャをするようにしてるんですけどこれねなんか女の子用みたいでちょっと分かんなかってちょっと今からバンダナしますねカチューシャはちょっとダサいしバンダナしようはいということでそうなんですよ見ますか見ます なんう音がこんな感じですはいあの人生で初めて救急車に運ばれましたあれですねあのアキレス腱断裂ってやつですねあのー、バスケットボールの練習の後に小学校5年生の子を誘ってワンワンやろうぜって言うてワンワンやったんですよで僕が攻める時にね 足を右足でこう踏み込んだした瞬間に、ブチって聞こえたんですよ。ブチって聞こえて。で、僕、こけたんですよ。で、その時に、誰が、誰かが、俺の足に、鉄棒で叩いたみたいな、そんな感触ですよ。誰が殴ったんや、って、後ろ振り向いたんですよ。じゃあ、誰もいないんですよ。え、え、誰誰誰って聞いた、みんな、ハテナなんですよ。でも、痛むし、どんどん痛くなってくるし、これはまさか、まさか、 まさかのあれかって思っても、その時に出てきましたね。アキレス腱断裂やって。はい。あの、よく言うじゃないですか。ブチって音がするとか、誰かに殴られたような感触やって。まさにそんな感じでしたね。で、そこから動けずに、で、救急車呼んで、 岩出っていうところからね、和歌山市内にある日赤っていうところまで運ばれたわけです。人生初ですよ、救急車。はい、運ばれて、そこからまあ、向こうでね、診断を受けて、アキレス腱断裂やね、ということで今、固定してもらったということです。明日月曜日なんで、明日病院行って、そこから手術をするのか、保存療法、手術をせずに治していくのかって、これ、どっちにしようかなってことも全然分かんないんですけど、こういうことをね、まあ,あの、明日話すわけなんですよ。 でまあ、ちょっとね本当にバスケットボールとかダンスができなくなるっていうことはねやっぱりね悲しいんですよだってそもそもね僕ねバスケットボールを通じた教育プログラムをやるために会社を辞めたんですよ30の時に辞めてスポーツは素晴らしい教材だと思ってでそれを、えっと、子どもたちに伝えたいと思ったから会社を辞めてで今この10年間やってきたわけですよでもこっからそれができなくなるんかって もう今月から40ですよ。まあ人生80って考えたら半分じゃないですか。残り半分僕はスポーツができなくなるんだって思うとね、うん、悲しくないんですよね。なんなんやろうね、この感じ。もっとへこむんかなと思ってたんですけど、頭はものすごい冷静なんですよね。もう何が、もうこの怒ったもんはしゃあないじゃないかって、もうこの状態で、 えっとまだまだ人生楽しむ選択肢あるんだから自分で楽しいことを見つけてやっていったらいいやんっていうそういう考えがものすごく大きくてなんか動かれへんとか足痛いとかスポーツできないもう踊られへんのちゃうかっていう不安とか心配ってねあんまりないゼロじゃないですよやっぱりゼロじゃないんですけどまあ普通にねネットとかで調べたらまあ最低半年は6ヶ月はねスポーツできないっていうじゃないですか。 まあ一でもしかしたらこのままずっとスポーツができなくなる可能性もあるということですよねはいまあ少なくとも12ヶ月はギブスをつけてる状態で松葉杖で行動するということですよねはいだその状態で YouTube であんま話せないんですよね、まあ、話せるのは話せるんですけどセッティングが大変なんで YouTube 照明、はい、当てたりとかね三脚立てたりとかねだからまあこういう携帯で気が向いたらすると思うんですけどまあと当面はやらないですあの本気のミスターオカち独演会シリーズはやらないですねまあ,あの定期的にやってる夫婦の時間夫婦の時間の配信はやっていくでしょうやっていくでしょうはい今日もやります今日も9時からやるんですけどそうなんですよだから不思議とね冷静なんですよね頭が冷静で まあこの状態でできることをやろうと。じゃあ何を何ができるのかと思ったら、やっぱりね僕原稿を書くってことなんですよね。もうずっとずっとやっぱ本を出版したいって気持ちがあったから、その今企画ができたので子供向けの子育て本と。 子供向けちゃんあのお母さんママ,ママさん向けですねパパママ向けの子育て本とあと大人向けの自己啓発本その2つの企画があるのでその原稿をとりあえず書きまくるっていうことですよねはい。 と、とりあえずね、まあ、1、2ヶ月はもうそれに集中しようと思います。で、もう一つは、あの、つい先日ね、本音で生きるラジオっていうのを始めました。あの、ヒマラヤで始めたんですけど、まあ、本音で生きるための行動習慣とかを、基本的に平日月曜日から金曜日、朝8時から配信してますと。これがね、ものすごく楽しくなってます。で、YouTube は YouTube でいいんですけど、YouTube やったらね、こうやってね、あの、 なんていうか時間をずっとこう画面に貼り付いてまあながらでやってる方も多いと思うんですけど、まあ、基本的には画面で見るじゃないですかなんで、えーっとね、その人は時間を奪ってしまうんですよねでも音声ラジオっていうのはその人の時間を満たしてくれるんですよ その人が家事をやってたら、その家事の時間にプラスアルファでもっと楽しくするためのラジオがあったりとか、で掃除をするときにラジオ配信を聞きながらとか、移動のときにラジオ配信をするとか、ながらでできるんですよね。もうながら専用で作ってるもんなんで、ラジオが。はい なので、その人の時間を奪わずに、時間を満たすことができるっていうことで、ものすごい僕魅力を感じていて、えー、とりあえずもう、ラジオ配信ものすごいやっていきたいと思います。えっ、ー、と、概要欄にも本音できるラジオを貼り付けてますので、ぜひ、あのー、ご視聴いただけたら嬉しいです。そちらもコメントいただけたらね、めっちゃ嬉しいです。で、まあ、今日、怪我した昨日か。怪我したわけなんですけど、まあ、怪我でね、やっぱ気づくことはあるわけで。 ねまあ、早速3つのこと気づきましたよ3つのこと気づきましたまず1つは何だろうなあのと普段はねなかなか「助けて」とか「ヘルプ」を出すことって少ないですよもう自分でやってしまおうってするタイプなんで なんだけど、今これどうしようもないですよね。椅子に座ったら移動するにも力を借りなあかん。まあ、ケンケンできますよ。ケンケンでできるけど、ケンケンになると、左足に対する負担が大きいんですよ。この右足が動けな、動かない状態で、左足までブチって割れてしまったら、もう積んでしまってるじゃないですか。もうどうしようもない。もう、もう、 お手上げですよまさにそれだけは絶対避けなあかんから、け、え、ん、ー、はもう一日30回までで決めてます。はいそれ以上はもうしないように、もう赤ちゃん、赤ちゃんの灰、いつくばって移動するか、優雅ちゃんにこうね、肩を借りるか、優、ま、雅、あ、ちゃんに何か持ってきてもらうかっていうことをやってるんですね。その中でやっぱ助けて助けてっていう、まあ言うようにしている。できもう仕方がないんで。まあその中でやっぱ妻がね、助けてくれるわけじゃないですか。ね。 料理作ってくれたりね、ごまごみをね捨ててくれたりとかねお茶を持ってきてくれたりとかね普段当たり前のようにできたことできないわけで助けてってっ言わなないいとしゃんですよ、でできないから。はい、でもそれがねなんか「助けて」っていうのが大変やなとかああまたなんかえっ、ー、と時間奪ってしまったっていうのはあんまりなくてですねもうなんか自然にできてますね。 助けてもらうって、やっぱりありがたいことなんやなっていうこの嬉しさを感じてます。これが一つ目ですよね。二つ目はえっ、ー、と自分でできることって嬉しいなって。まあこれね。ほとんどのことできないんですけど。まあヘッドホンをつけたり、外したり youtube のこのね。配信をね。こういう風な形でこういう風な形ではできたりね。えっ、ー、とね。好きなえっ、ー、とナッツをね。食べれたりとかねするんですよね。自分ができることもあるんですよ。そのできることを見つけた時に嬉しいなって気持ちが出てくるだ。これってね。やっぱ僕自分の？人生 人生でね、自分もやりたいなと思うことを全部実現したいんやなってやりたいなってできる能力であったりスキルであったり情報を手に入れるそしてそれができる環境を作るということこれがねやっぱ僕を,僕を幸せにするためにはものすごく大事なんや,な,んやなっていうのを改めて気づきました自分でできるって嬉しいなっていうことですで3つ目は何、えー、だったかなさっきねフェイスブックに書いたんですよ あ健康って嬉しいこれもベタベタですよね <laughs> はい右足が動くのが当たり前やったけど動かなくなったうんそう当たり前だけどそこにやっぱありがとうとか感謝の気持ちっていうのは自然に湧いてきますよねはいで僕も今年今月40、まあ、今週40歳になるのでね10月17日40になるんでえー、っともうやっぱ体を大切にしていかないと ダメなんですよね頭はねもうぐるんぐる回ってるんですよ。う、まあ、あのど読したおかげで高速回転状態なんですよ、常に。できる成功イメージはあるんだけど、体がついていかないっていう状態なんですよね。その時にやっぱ大きな怪我って発生すると思うんで、やっぱりそのね、体のことを大切にする。だって僕のたった一つの大切なものなんだから、やっぱ大事にしないと駄目ですよね、はい。ということなんです。 ということでまあ右足がまあアキレス腱断裂したんでしばらく1ヶ月少なくとも1ヶ月は YouTube での配信、ミスターおかちの独演会の配信と子育ての配信、動画の配信はお休みにしたいと思います。で、あの、このライブ配信、夫婦の時間でのライブ配信とか、こうやって思いついた時はもしかしたらやるかもしれないので、チャンネル登録はそのまましていただけたら嬉しいです。はい。で、本当にね、この配信では、もう本当に思ってることを、もう純度100%で、編集なしで、ノーカットでやりたいと思います。本当にね、編集すればするほど面白くなくなっていくんですよね。 頭の中に湧いてきたこと、思ってること、湧き出てきたことをそのまま言葉にしていくっていうこと、まあそういうことがやっぱ僕の中のアートであり、えっと、作品であると、コンテンツになってくると思うんで、そこをね、ひたすら極めていきたい。うん そのまんまの自分を本音丸出しで最高のあるがまま表現していきたいと思います。ですので、ね、これからも皆さんよろしくお願いします。えーまあ、半年もそういえば復活すると思うんでね、頑張っていきたいと思います。で、一つだけお願いがあります。あの、僕30代最後の挑戦ということで、講師オーディションにエントリーしてます。はい、講師オーディションっていうのは、セミナー講師のナンバーワンを決める大会です。で予選はネット と投票となってます、えー、今ね、ベスト11位ぐらいです。ベスト10位内に入ると、えっ、ー、と、決勝が近くなって、僕が伝えたいことっていうのが世界中に伝えられるようになります。えー、子供のために大人ができることはというメッセージで、えー、この10年間、えー、教育でど真ん中やってきました。 そこで自分が考えたこと思いついたことっていうことをまあ10分の動画でまとめましたのでぜひご視聴いただけると嬉しいですで少しでも心が動けば投票いただければめちゃくちゃ嬉しいです まあそんな感じでね、まあ普段やったら、えー、このチャンネルのね、宣伝もするんですけど、まあ、しましょう。もう癖なんでね。えー、このチャンネルでは生きる力が湧いてくる動画を配信してます。よろしければチャンネル登録お願いします。えー、しばらくあのね、配信はちょっとお休みするんですけど、ライブ配信ではちょっとずつや、毎週ね、夫婦の時間でもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、それでは、バイバーイ。ミスターおかちでした。